2200年、秋田県は無居住化によって財政破綻。総務省によると、このまま地方過疎化が進むと2050年には無居住化が進み、現在人が居住している地域のおよそ2割が無居住化すると推測されています。この数字から計算すると、2200年の秋田県は無居住化によって財政破綻するのではと私は推測しています。また厚生労働省が発表した平成28年の人口当代統計で、秋田県は7項目でワーストを取ったことからも無居住化が促進されるのではと推測しています。全国ワーストとなったのは、出生率、死亡率、出生数から死亡数を引いた自然増減率、婚姻率、死因別死亡率のがん、脳血管疾患、自殺率。県人口は4月1日で87年ぶりに100万人の大台を割っており、少子高齢化と人口減少に歯止めが効かない状態が浮き彫りになっています。人口減少の問題点は若者の減少、高齢者の増加にあります。若者の人口が減少、高齢者の人口が増加、これの何がいけないのか、4つの問題点を挙げてみます。1、少子化の進展は経済成長率が年々低下していきます。2、消費者の減少や市場の縮小が生じ、産業界全体へ様々な影響を及ぼします。3、若者一人が抱える高齢者の数が増えると現行の社会制度の破綻につながりかねません。4、伝統的な行事やイベントの消滅など地域活性の低下につながります。しかしこれらのような問題点は私一人の一般人には解決することができません。だから誰かがやってくれるだろう、そんな風に思ってきました。しかし誰かが何とかしてくれる、そんな時期はとっくに過ぎているのかもしれません。あなたの地域にもこのような問題に直面していませんか？あるいは一人で解決できない問題を抱えていませんか？その問題に対してあなたは何か行動をしていますか？私は大学の進学をきっかけに秋田を訪れることになりました。北海道では知ることができなかった新たな価値観や文化に触れる旅、秋田県が好きになり、そのまま10年ほど移住して住んでいます。そして外から来たからこそ、秋田の美味しい食品の魅力がパッケージではうまく伝えきれていないのではないか。また秋田県の観光パンフレットなどもいつも同じところが載っていて、もっとたくさんの魅力を伝えれるのではないかと感じることが多くなりました。卒業後は3年ほどデザイン会社に勤め、その後独立し、ホームページ、デザイン事務所、オフィス、デザインファームを立ち上げました。デザインと聞くと Mac で美しく外見を整える仕事と思われがちですが、デザインは直訳で設計を意味しています。私はデザインイコール企業あるいは個人の問題をビジュアルの面で解決するものというふうに認識をして仕事をしてきました。そしてデザインの仕事を通じ、秋田の企業や個人と関わっていくことで、秋田県の問題が自分事として捉えるようになりました。また25歳を過ぎたあたりに、自分で何かできることはないかと考えるようになりました。そこで独自で抱えて行ってきたミッションを解決するチャレンジをご紹介します。ミッション1、彼女たちを見える化せよ。私が個人事業主の女性ということもあってか、同じ個人事業主やスタートアップの女性からお仕事を依頼されることが多くありました。打ち合わせの中からなぜ起業しようと思ったのか、それぞれのストーリーを知っていくうちに、彼女たちの前向きな姿勢やストーリーをより多くの人に知ってもらうことで、事業がもっと知ってもらえるのではないかと考えるようになりました。彼女たちの思い、スキル、一人一人の生い立ちなどを取材、ライティングを行い、記事の掲載をできる
彩りというウェブサイトを立ち上げることにしました。コンテンツだけではなく思いや思想に価値をつけブランディングしたいと考えたんです。また掲載する人物を女性起業家とすることでターゲット層を明確化しウェブサイトの目的を分かりやすくユーザーに伝えることも重視しました。結果ウェブサイトを見た方からお問い合わせがあり彩りから企業のマッチングが叶いました。ミッションにビジネスの楽しさをデザインせよ。これは私が独立して感じていたことなんですけれど、起業してからは競合が少ないためモチベーションを上げるのが困難だと感じていました。より生産性を上げるためには楽しく仕事をするということが重要です。そこで起業家が発表できる華やかな舞台みたいなものがあればいつかここに立ちたいという目標につながりモチベーションが上がるのではないかと考えました。大げさに言うとビジネスのパリコレみたいなものを作りたいと考えたんです。そこで演出や見せ方、ポスター、コピーなど見栄えにこだわったビジネスイベントを開催しました。 SNS の連動もあって低コストマーケティングでしたが、当日は100名以上の参加者が集まってくれビジネスマッチングに成功しました。秋田のビジネスイベントでデザインやエンターテインメント性が入ったものがなかったのでクリエイティブなイベントを作ることに成功しました。ミッション3、外貨を稼げ、ターゲットは渋谷。いろいろチャレンジしていくうちに秋田県内での限界というものを感じるようになりました。秋田をより良くしていくためには秋田県外からより多くの人を巻き込んでいくことが必須だったからです。そこで私がターゲットにしたのは東京都渋谷でした。切り口は渋谷ハチ公のふるさとは秋田県の大館だったということです。渋谷と秋田が身近な関係になることで新しい仕事やクリエイティブな情報が手に入ると考え、私は渋谷にもデザイン事務所、オフィス、デザインファーム、アット渋谷を作り、秋田と渋谷の2拠点生活を始めました。私が考える渋谷の魅力は、常に新しいことを生み続けている街ということです。新しいビル、新しいビジネス、新しいカルチャー、新しい価値観、すべてがクリエイティブな街、それが渋谷です。そして秋田の魅力は変わらない思い、伝統、歴史、街並みです。これは面白い発見でした。2つの街は日本一正反対な魅力を持っているんです。この摩擦が大きければ大きいほどお互いにメリットになるビジネスが生まれるのではないでしょうか。ここで問題なのが渋谷の人は秋田のことをよく知らないということです。そこで私が秋田と渋谷をつなぐ役割をしていきたいと思います。これまでやってきたことなんですけど、例えば渋谷のラジオパーソナリティになり秋田の企業と渋谷の企業をゲストに呼んでフリートークでそれぞれの良さを伝え合う番組を作成したり、渋谷の商業施設で秋田と渋谷に関連するアニメーションを作成したり、秋田と渋谷というオンラインイベントを企画デザインし、渋谷に関連する人と秋田に関連する人でワークショップを行ったりしました。そして今後取り組んでいきたいのは、秋田の県や市と一緒に秋田の特産品など渋谷で PR できるようなイベントや Web、IT で秋田が県外に向けて発信できるようなプラットフォームの作成、秋田大館とワーケーションの企画、デザインなど秋田と渋谷をつなぐ取り組みを行っていきたいです。最後にこの動画を見てくださっている皆様、特に学生の方へ、皆さんはこれからいろいろなことにチャレンジし、失敗したり成功したりして、社会でたくさんのことを学んでいくのかと思います。私がこの動画で最後に伝えたいのは、何かを変えたいと思ったら、問題をポジティブに解決するアイデアと行動力が全てということです。動画を見て、自分の住んでいる地域で何かできることはないか、地方の問題点はどこにあるんだろうなど少しでも考えてくれたら嬉しいです。200年後の未来は私たちで作っていきましょう。以上、株式会社デザインファーム代表取締役遠藤孝恵でした。では